はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極こちらのフロアさんですね、攻略していきたいと思います。パーティーのステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー猫尻ですね、何もつけておりません。そして時太郎ですね、逃走経路イエスアイアム、壁コンをつけてます。リンクスキルもつけてません。そしてフレンドはトーリオですね、タワーリオ連れていきましょう。では参ります。もう本当に、死ぬことはないのでね、安心してできる感じですかね。さあゲージは満タンです。では行きましょう。俺が時を止めた。さあこれでね、どういう風になるかっていう感じですね。果たして倒しきれるのか、そこがね問題ですね。マニッシュも倒せればいいかなっていう感じですけど、あとはシゲチーとマニッシュですね。シゲチーはこれ倒せるかな。こうね、離れてるとね、この字型になってるとなかなかね倒せるかどうかが分かんないですよね。あー倒せてないですね。あー倒せましたね。よかったよかった。さあビリ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 っと猫尻退場。ではちょっとですね、これは、まあ、壁コンがあるんでいいでしょう。さあ行きましょう。なるべくゲージは回収しときましょう。壁に当たって当たって、壁がなくなる、壁がなくなる。おっと、もういいでしょう。ザ・ワールドです。犬に当たっては元も子もないですからね。さあどうでしょう。アブドゥルがね、倒せそうにないかな。ヒット数の問題で倒せないかもしれないですね。他はなんとか倒せそうですが、アブドゥルはどうでしょう。倒せるかな。あ、倒せそうですね。さすが壁コンです。さすが壁コンがいいですね。うん、もう倒せましたね。はい、倒せました。さあ続いて第2ラウンドですね。第2ラウンドはいい感じです。いい場所にいますね。これはもうあの縦勘に狙っちゃいましょう。俺が時を止めた。さあ行きましょう。ああ上手に縦勘できました。もうねこれで倒れてくれるまで待ちましょう。ジョースキーじゃないですね、ジョータロウがね残りそうな感じではあるんですけど、まあここはしょうがないですね。まあ縦勘でどうか倒してくれればという感じですけど、体力がありますからね。さあどうでしょう。まだ倒せてない。さあどうだ、さあどうだ、そろそろ止まりそうですが、さあ倒せたがどうだ。おギリギリ倒せました。やりました。今度もなんか縦勘でいけそうですね。ちょっと、気弱な感じで縦勘できませんでした。俺が
時を止めた。なぜか逃げてしまいましたね。縦勘はできております、縦勘はできております。これはどうあっても、鳥ちゃんは残ってしまいそうな感じですね。ちょっと鳥ちゃんめんどくさいですね。まあ、ヒット数は上がってるんでなんとか倒せそうですね。柱がねうまいこと機能してくれてる感じなんで、コンボ数が上がってくれてるんでなんとかこれで倒せそうですかね。鳥ちゃんはなるべく、倒せましたね。鳥ちゃんは倒せたようです。さあ倒せました、よかった。さあ第2ラウンドクリア、そして第3ラウンドですね、最終ラウンドです。さあこれはちょっと困りましたね。位置としては悪くないとは思うんですが、ちょっとこれは問題ですね。アブドゥルを残すと長引くし、ボルナレフを置くとちょっと面倒ですね。横勘ではどうにもならないので、ちょっとね、縦勘で対応しましょう。ちょっと強気で、ね、壁に向かっていきます。これでイギーも入りますね。もうしょうがないですね、アブドゥル残しで倒していきましょう。もうね倒せないんですよね、縦勘でないと。全員をまだ火力不足なんですね。さあどうだろうな。さあ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 、これで倒れてくれるか。ボルナレフが倒れてくれるか。ボルナレフが倒れてくれたらもうそれで十分です。倒れましたね。はい、よかったです。ゲージ没収されました。そしてアブドゥル倒していきます。さあ長期戦と化してしまいましたね。これで時止めがねどうしても通用しないので、アブドゥルはね倒しやすい方かな。さあトータローが降りてきました。アブドゥル CS です。意外に強い。 Yes I am。 さあトータローがどうだ。あ、大丈夫でしたね。先にゲージが入ってきたので大丈夫でした。さあそしてこれで動くけど、これでねトータローをかばってくれるんですよね。倒れてくれました。そしてバフをかけていきます。さあここからが本当の決戦です。どうだどうだ、倒した。いや長かった、本当に長かった。ようやく倒せました、ありがとうございます。本当に長かった、面倒でした。ああよかった、終わりました。はい、本当最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極のフロア4ですね、攻略していきたいと思います。ではラーサマ隊。